こんまのです。聞こえるかな。毎回のように聞こえますね、きっと。設定いじってないもんね。毎回配信で聞こえますかっていうやつやっときます。一応マノです。コンコン、はい、本日を言ってきました。金曜日、違う、月曜日、もう平日の頭始まりですが、今日はあの平日始まりといえどお疲れ様会があった方がいいので、今日はみんなと乾杯したいと思います。今回はのり前か飲酒配信第6夜目、もう6回目あるなんですね、まあ、6夜目です。で、本日のお酒はこちら、初めて飲むんですけど、自分これ菊政ピンピンってなんだろう、菊政ピンです。菊政ピンを飲みます。今日はみんな、これ日本酒なんですけど、みんなも飲もうと思って来てくれた人いますか？買ってくれた人？一緒に飲める人？いますかね？はい。今日本日。なんか言おうと思ったっけ？なんだっけね。まあ、とりあえず、配信です。10月終わる。この前、やっと、この前、ちょっと前に、10月は突入したなって思ったんですけど、もう終わりでした。あと残り今年3ヶ月っていうのがあったにもかかわらず、もう1ヶ月過ぎてしまいました。けどまあ、無難に過ぎてるかなって思ってます。自分の中では無難です。もう無難にやることこなして、一つ一つこなしていくしかないので、やることはしっかりやっております、最近は。だから全然無難って感じ、無難な1ヶ月を過ごしました。のでちゃんとちょうどいい具合に生きてます。はい、そうです。飲みますか？もう飲みますか？これそう、ストローついてるんですよね、菊政ピン。あのコンビニで売ってて、スーパーでも売ってるだろうけど、自分はコンビニのお酒コーナー見かけるたびに、たまーに見かけてた。これ日本酒置いてあるところにね、このパック系の日本酒と並んで置いてあるこの菊政ピンも日本酒でして、初めて飲みます。このピンっていう意味誰か教えてほしい。で、菊の柄が書いてあるんだね、菊政だから。ピンクの聞く。じゃあ、ストローで飲みます。ストロー後ろについてるんで。あのね、あ、これ珍しい。なんかさ、ストロー、だいたい上からこうやって下に突き刺して破るけど、下から上だ、これ。こういうもん。下から上に出すっぽい。こんな感じで。で、あ、これすごっ。なるほど、二つあって、ストロー差し口と、あとはめくって、ペラってめくって口から、口で飲めるよって、ここ。このまま牛乳みたい、パックみたいに。牛乳パックみたいじゃないけど、ここから直で飲料もできるし、ここで刺して飲めるらしい。ストローで飲みます。このサイズ感さ、日本酒としては、なんか、多いのかな？何グラムなんだろう？何ミリリットル？ 180 ミリリットルだって。日本酒で言ったら、そんなもんなのかな？じゃあ、乾杯感ないけどね、日本酒。なんか乾杯の、はい。乾杯。乗り前か乾杯します。今夜も。乗り前か乾杯。
ただきます。初めて飲んだ。初めて飲んだよ、これ。味はね、めっちゃ日本酒だね。めっちゃ日本酒だけど何？ちゃんとボトルっていうか瓶に入ってる日本酒とは、やっぱパックだからまた全然違う味がするっていうかね。ちょっと系統違うよね。系統っていうか、イメージ違うよね。まあ、100何円で買えちゃうかもなんで、これ何円だってけね。200円くらい。いくらで売ってたか忘れちゃったけど、まあ、そのぐらいで飲める感じで。まあ、コンビニでさっと買って日本酒飲みたい人たちが飲むんでしょうという感じなんですけど、これ以外にもさ、なんだっけ、鬼殺し。バー飲んだことあって、鬼殺しと本当に同じ感じだね、サイズ感。というか、パックが同じ。パック系統が同じ。まのちゃん、日本酒あまり飲まない印象？あ、そうなの？日本酒はね、飲むとき飲むよ。焼酎と日本酒同じぐらいの頻度で飲む。同じぐらいの頻度ってどんぐらいって感じだけど、同じぐらいの頻度は、まあ、たまにだけど、飲み始めたら、止まらなくなるから、まあ、毎日ボトルで、コップついで飲んだりする、します。でも自分では買わない、あんまり買わないけど、なんか、ファンの方がどこかに行ったお土産とかでたまにくれたりして、その時に飲んだら、普通に日本酒も、焼酎も好きだから、美味しく飲んでる。あと、たまに居酒屋で日本酒飲む。居酒屋で焼酎飲むことは、たまにしか、あんまないかも。だからな、どっちかって言ったら焼酎より日本酒の方が飲むのかもしれない。鬼殺しめっちゃ開けるの苦戦してたね。苦戦してたっけ？待って、覚えてない。苦戦してたのかな？なんか、一人でこの量はきつくない？まあ、ちょっと多いかも。だって日本酒だもんね、15% くらい。アルコール分は 14% 以上、15% 未満だって。らしいよ。クマじゃないから他の日本酒でいいかな。全然いいよ。今日も可愛い。ありがとう。もっといろいろな日本酒をご紹介したいな。え、してほしい。お願いします。ぜひ。日本酒詳しい人、そのさ、人によって何のお酒の種類が詳しいとか、これが好きとか、これを、なんだっけ。開拓してるとかあると思うんだけど、その開拓してるみんなの趣味ごとにこれがめっちゃ美味しかったっていうのあったら知りたい。もう開拓済みの皆さんが勧める美味しいお酒を飲みたい。ウイスキーだったらこれがめっちゃ好きとか、人によっても好みあるけど、その人がこういうの好きなんだって知るのも楽しそう。ピンからキリまでのピンらしいよ。え、そうなの？ピンからキリまでのキリ？ピンからキリまでのピン。ありがとう。調べてくれて嬉しい。知れて、知識いつも調べてくれて感謝。日本酒の品質の特徴に甘からピンってあるらしい。そうなの？ピンは辛口？そうなの？でもさ、甘からピンって甘は甘ってわかるし、辛いは辛いってわかるけど、ピンは、あれだね。なんかちょっと、ラスボス的な感じかな。辛口以上にある激辛みたいな感じのポジションの、ポジションで、太鼓の達人で言ったら、優しい、ん？簡単、普通、なんだっけ？簡単なんとか難しいの次に鬼があるみたいな感じ。鬼の部分かな？ちょっと特殊な、ラスボス感のあるレベルの辛。
辛口。うん。なるほど。分かってきたよ。でも、ピンから切れまでのピンっていうのはどういうことだろう。ピンから切れまであるよってどういう意味だっけ？あれか。分かった分かった。ピンから切れまであるっていうのは、ピン切り？ピン切りだよってなんか言うけど、お店屋さんとかで。ピンから切りまであるよ。ピン切りは、つまりは、ピンから切りまであるよって、いうことで、ピンから切りまであるから、ピンから切り？ピンと切り？まあなんかいろいろあるよってことかな。種類が豊富？まあ、こっからここまであるよってイメージかな。あ、ピンは1という意味もあるよね。そうなんだ。でもピンがさ、ピンとキリだったら、ピンが始まりでキリが終わりって感じじゃん、なんか。だからピンからキリでピン、これ使ってて、でも一番辛口ってので、ちょっとなんか、キリが後半って感じするのに。結局、最初、一番初めの、最初のものがラスボスに来るの？逆にラスボス感あるのかも。また一番最初に戻るのが、あえてみたいなところあるのかもしんない。総アルコール量はストロゼロの半分強なんですね。え、そうなの？全然半分強。じゃあストゼロ1本まではいかないの？これで。ってこと？チューハイは？チューハイ好き。チューハイお手軽に飲めちゃうからいつでも飲めちゃう。うん。でもピンって1って意味なんだ。なんか、どっかの国の言葉？ではなく。ではなくかな。最高なのからどうでもいいのものまでみたいな。うん。安いのから高いのまでみたいなこと？じゃあ、天と地だね。天と地の差があるってこと。でもその中のピンだからさ、一番辛口って言ってるのに最初から最後までのピンからキリの最高なのかどうでもいいの。ピンからのキリのピンってさ、どっちかって言ったらどうでもいいものまでの方じゃない？価値が高いか高くないかみたいな感じに例えたらちょっと価値が薄い方になっちゃうのかも。わからない。自分の見立てで言いますと。え、喉越しの良さみたいなのがピンらしい。いろんな意味あるんだね。ピンってすごい。菊間さび、あ、そう。あのね、一番のとか最高のとか、あ、逆？ピンが最高？あ、そうなの？あ、そういうことか。分かったかって理解した。自分の中では1から9まであって、その中で、ピンからキリっていうので、ピンが安くて、キリが高くて、ピンが地で、キリが天で、って思って、あ、でも逆なんだ。逆？逆なんだね。一番のっていう意味なんだ。そう、数字が羅列されて、その順番があると思ってたら、一番最高だよってことなんだ。ちょっとわかった。ピンが最高。すごい。みんな詳しいかも。みんな調べてくれたの？知ってたの？情報が、知識豊富なのかな？お酒を飲みながら勉強ができるキャス。そうです。のり前か飲酒配信は、ちょっと、自分に知識を与えてくれる場でもあってほしい。今来た。ありがとう。来てくれて。なんか話そうとしてた。そう。この味レビューをしてなかったんですけど、味レビューは、風味がね、ある。広がる。でも、どんな風味かというとね、でもなんかこのパッケージがすごい似合うような風味がする。
まあ、キクマサのキク、キクの花、ピンク。キクの花でピンクのっていうイメージの味がします。本当に。うん。米は感じる？米は感じるって質問をくれた時点でちょっと意識して感じさ、始めたような感じがする。うん。でも、美味しい。めっちゃ美味しいよ。めっちゃではないかも、でも。めっちゃ美味しいって今言っちゃったけど、癖で。めっちゃ美味しくはないかも。まあ、普通、ほどほど。まあ、あんまり好んで飲まないかなって感じ。菊正と鬼殺しだったら鬼殺しの方が好きなのかも。まあ、このパックで日本酒あんまり飲もうかなって気分になるのたまーにしかないからね。たまーにも本当に1年半に1回くらい。かな。あんまり、ね。そう。存在をあんまり意識してないから忘れちゃうけど。コンビニで見かけるとあるなって思う。まのちゃん持ってると一軍ミルクのブリックみたい。え？ブリックって何？ブリックって何でるかわかんないけど。そうなんだ。ギャップ？ギャップですかね？ギャップありますか？自分ちなみにこの間ね、自分、ちょっとギャンブルが好きなんですけど、多分。ギャンブルちょっと好きなんですけど、ギャンブルのような要素のある遊びゲームみたいなものが。で、それを言ったら、周りの人に、友達から、その声でギャンブル好きっていうの、めちゃめちゃギャップというか意外性あるみたいなこと言われて、それが今あるのかも。知れない。そう、ギャンブルって言ったらね、そう、ギャンブル、ちょっと好きで。で、そう、今日ギャンブルの話しようかなって思ってたの。ギャンブルの話しようかなって思ってたところだったから、ちょうど。もうだって15分間ずっとピンから綺麗の話してたんで、後半はギャンブルの話をしようと思います。なんかストローあると、ストロー加えちゃうね。しかも普通に、ストローあると、飲むっていう意識に勝手に自然に持ってかれちゃうんで、なんか加えちゃう。で、それで飲んで、これ酔いやすいかもしれない。今は、冷静なんですけど。飲みやすさと酔いやすさは、めちゃめちゃある、と思う。この、菊正ピン。ピンはピンクにもかけてるらしい。ホームページより。え、ホームページに書いてあるってことは、正式な公式な情報なので、そうなんだ。そうなんだ。飲んでると気軽にコメントしてしまってうるさくてすいません。いや、めっちゃ流してほしいコメント。自分一人で喋ってると、孤独をちょっと感じて、寂しさを感じて、そう。だからね、みんないてくれてるからちょっと安心できるところがあるので、コメントをいっぱい流してもらった方が嬉しいんだよね。だからね、うるさいって思ったことも全くないし、いっぱいコメントください。まだまだ来いよって感じ。ギャンブラーのものちゃんかけ、ありがとう。カジノとか、カジノはしたことない。猫目思い出した、懐かしい。カジノ、したことないんですけど。わかんない。普通にパチンコとかですかね。あとね、今日ね、なんかね、宝くじをね、買ってみた。なんか、気分なんですけど、宝くじはあんま買わないんですけどね。そんな買うわけじゃないんですけど、今日はなんかね、買おうっていう気分に、なってふと思って、買ったから、今からそれをやろうと思います。これは、宝くじって言っても、自分さ、スクラッチの宝くじは、やったことないし、やり方わかんないから、あれ、やり方教えてもらったら一回ぐらいやってみたいんですけど、
楽しそう、あのスクラッチするやつ。スクラッチじゃなくて、ん？スクラッチじゃない。スクラッ、待って、スクラッチってどっち？あの、塗りつぶす方を言ってた、自分今まで。塗りつぶす方と削る方があると思うんだけど、あれなんていうの？スクラッチじゃなくてもう一つさ、鉛筆でさ、黒くマークして塗りつぶすやつなんていうの？それナンバーズっていうの？あの、自分今日買ったのはスクラッチです。え、待って、スクラッチじゃない待って、スクラッチじゃない。え、これ何これ？え、何これえ、スクラッチじゃないんだけど。あ、自分買ったのスクラッチじゃないんだ、これ。完全にスクラッチだと思って買った。待って、これ何？あ、スクラッチじゃない。スクラッチさ、みんなの前でさ、削ってやりたかったんだけどな。え、これってなんか番号書いてあるけど、みんなに見せて大丈夫？なやつだよね、多分。まあ、いいや、なんかね、実りの秋くじってやつ買ったの。実りの秋くじだって。ちょっと番号伏せて、番号を見せていいかよくわかんないけど、1枚200円。1枚200円のこちら。これスクラッチだと思って買ったのに。スクラッチじゃない。なかった。悲しい。1枚200円。普通のくじ？普通のくじなんて売ってるの？え、普通のくじっていうの存在知らなかった。普通のくじがあるんだ。スクラッチしたくて買ったのにな。え、でも、初めて、なんか、初めてのやつ買えてたんで、まあ、勝手に？勝手にというか、いつの間にか？スクラッチの予定が違った。そうなんだ。抽選日をお楽しみに。あ、これ当日にならないとわからないんだね。スクラッチみたいに当たったってならないんだ、これ。今、買った時点だ、だと。これいつ？抽選日は、11月18日金曜日だって。じゃああれですね、来月もノリマイ会員者配信やるんで続いていくんで、ちょうど金曜日だから、11月18日金曜日、皆さん自分がいくら当てたかお楽しみに待っててください。これ何時だろうね、この時間にもう発表されてたらいいけど。そうなの？普通のくじっていうのあるんだ。知らなかった。スクラッチしたかったんですけど、スクラッチできなかった。悲しい。だけど、嬉しい。ちょっとあれ、悲しいけど嬉しい。新しいね。タイプのやつ。こういうのあったんだ。今まで自分、くじ売り場でスクラッチしか買ったことなかったんで、初めての感じ。あとね、まあ、普通のくじ今回変えたんで、いつかね、あの、鉛筆で黒く番号を塗りつぶすやつ、あれやりたいんだけど、やり方わかんなくて、しかもなんかちょっと若者が入って いけにくそうな感じじゃん。あの、くじの中であの番号を鉛筆で塗りつぶしてみたいな。ちょっとやりづらいんだよね。やり方もなんか周りに聞けなさそうだし、ちょっとみんな教えてほしいな。うん、やりたい。そう。だからやりたいな、それも。え、じゃあ、宝くじにある宝くじの種類って、あれ？その、普通のくじと、スクラッチと、あとなんかナンバーズっていうの？三つ？三種類あるのかな？ってこと？さっきあの、バラ売りか、連番かって聞いてくれてたけど、これはね、バラで買いました。バラで10枚買った。だからこの10枚の中に、自分がもしかしたら当選するかもしれないのが入ってる。けどね、ちょっとね、これは当たるかどうかわからない。当たるかどうか不安です。不安っていうのもなんかね、自分その、くじ引くときにマイルールみたいなのがあって、
そのちょっとね、くじ引くときに本当にマイルールっていうのがあってね、自分の中で。自分今まで小学生ぐらいの時から、もう幼稚園ぐらいの時からずっと、割とくじ運強いんですけど、その中でも、その自分の得意なあれ、第六感を働かせて、前に自分の個人の YouTube チャンネルで言ったんですけど、第五感の中で自分何が一番鋭いと思いますかみたいな質問に、第六感って答えたの、親父殿からそれ第五感じゃないよって突っ込まれたんですけど、自分第六感割とあるかなって自分で思ってるので、その第六感を信じていつもくじ引くんですよね。そう。で、その第六感で感じた中でもマイルールがあるんですよ。そう。なんかそう。マイルール、ちょっとみんなに伝えない方がいいかも。でも、ずっと自分の中のもので、いようかな。でも、そのマイルールをちょい破っちゃったんだよね。ちょっと、たまに破っちゃうことがあるんだけど、それをちょっと破ると、当たり確率が下がるから、ちょっと下げちゃったかも。だから、今回当たるかちょっとわかんない。当たんないかもしれない。それでなんか、いい方向に行った。試しがあんまりないんだよね。そう。だからちょっと当てたいって欲を出しすぎて、そのマイルールからちょっと外れてしまうと当たりにくい。うん。だから当たらない気がする。ちょっとね、不安です。まあ、ちょっと10枚。だからね。あと自分結構毎日夢日記つけてるっていうのが、ずっとあったんですけど、その夢の見た内容で、この日は絶対そういう運が使える時だっていう夢を見る時があって、そういう時は、宝くじ売り場に行ってくじ買ったりするんですけど、で、前にね、その時に、その今日はくじ買うべき夢を見たって時に、宝くじ売り場に行って、その時スクラッチしか買ったことなかったんで、普通にスクラッチ買ったんですけど、1万5千円ぐらい。10枚買って1万5千円くらい当たりました。嬉しい。もうなんか何億とか当てたことないし、何万とか当てたことないんですけど、1万、一桁万円単位なら、あるかなっていう感じです。いやー、こういうことを話したらね、ちょっと、ね、いいのかな。その、自分あんまり運気が逃げていく瞬間がわからないんで、勝手に逃してるかもしれない。けど自分やったことないギャンブルで言ったら、ボートレースもやってみたい、行ってみたいし、あと、馬？競馬？も気になる。どっちもしたい。窓口開いてたら売り場のお姉さんに聞くといいよ、買い方。そうしよう。優しそうなお姉さんだったらちょっと聞いてみようかな。まなちゃん引きが強いから宝くじの結果も期待できるな。いや、期待しといてください。期待だよ。自分も期待しとくべき。ね。期待しといた方が、いや、わかんない。意外と、あれなんだよな。もう忘れた頃に当たってるっていうのが一番多いから、忘れとくべきかも。200円は必ず当たるよ。そうだよね。そう、200円必ず当たる。エレクトリックスターマリノですし。そう、そうそうそう。強運乗り前か当選金でゴチになるオフ会。面白そう。楽しそうだね、普通に。もう、みんなでゴチをできるくらい当選できたらすごいね。そんぐらいになるといいな。競艇、競馬協定、やりたい。